ボールを回します。これはパスミスになった。奪った谷尾、行く谷尾が行った、サイド空いているが谷尾行った、シュート、同点、橋の辺、後半の18分、バンラーレ橋の辺、背番号18番谷尾のシュートが決まって同点に追いつきました。これが八戸にとって J 初ゴール、クラブ史でこの J で初めてゴールを奪った八戸。さあ谷尾のゴール、クラブ史に残る記念すべきゴールとなりました。1対1。